セレス大阪サポー、ターのうっちです、えー、福岡戦明日なんですけど、その前日の今日に上がってきた記事でちょっと喋ろうかなと思いますと、まあ。デイリーさんの記事で、まあ、この YouTube の概要欄にそのリンク貼っとくんで、皆さんよかったらこれ聞いた後に読んでみてください。えっと、この前のマリノス戦で4人。 スタメンスタメンというか、松井り合わせたら3人か <laughs> 忘れちゃう。まあまあ、4人抜けたけれども、えっと、その後とに、まあ、濃厚接触者に該当しないっていことでもう3人に関しては、練習に戻ってますよみたいなこと書いてて、ただ、クルピー監督に関しては、 まあ、クラブ側が安全を担保するために合流させてなくて隔離期間としてますで試合当日の明日の朝に黒ピ監督をまあ試合ベンチ入りしてもらおうかっていうのを決めるみたいな話しててまあまあとりあえず今日もう1回 PCR 検査2回目の PCR 検査やっ やってるそうなんで <laughs>、まあ、その結果ちょっと今の時点では分からんけど1回目でまあみんな陰性やったっていうのはすごい良かったなと思うこのまま2回目も何もなかったらいいねでなんかあの今日の攻撃コーチが取材対応した時に言ってたのが。 クルピ監督が言ってたらしいやけど、監督が不在なので、思い切り楽しめると思うので、楽しめって、クルピ監督が言ってたって言ってて <laughs>、自分で言うのめっちゃおもろくないそれ <laughs>。まあ、クルピ監督も、自分のサッカー感があるから、まあ、選手固定してるのはな、まあ、自分のやり方だって分かってるんやろうね、きっとね。ただまあ、その、こういうアクシデントではあるけれども、 で、出る選手に、出れる選手にしかチャンスやしな。アピールする機会でもあるし。まあちょっとその、どうしても感染症っていうので空気重くなりがちやけど、まあ自分をランクでも思い切りやれよと。そこはクルピ監督らしいユーモアやなっていうのは思うし。で、まあ思い切きりやった結果、あの、新しい風っていうのが吹いてくれて、まああの時は大変やったけど、あのアクシデントがあったから、 シーズン終わった後にいい形にまとまりましたみたいな,なんかそういう終わり方したらいいかなっていうのは思うんやけどねまあクルビ監督大変と思うけどそこで言うは言うのがあの人のいいところやなって思う何かなポジティブやなまあクルビ監督も年齢があれやから心配なところはあるけど68歳か、うん、日本に、まあ、来てくれたらもう絶対リスクあるの分かって来てくれてるし ね、いい形でまあ今シーズン、うん、最後までしっかり引き取ってくれたらいいなと思います。はい。な、まあ、明日、勝ちましょう。ありがとうございました。